今回お伝えしていくのが町のある雑貨とか、あとカゴもののギフトの時に、フィルムで包んでいく方法をやっていきます。まず用意するのが雑貨ギフトと、あとはセンテンスっていう名前の今回はフィルムロールをやっていきます。全体の町に対して 4-5cm ぐらい、ちょっと 4-5cm から 10cm ぐらい幅にゆとりを持たせて切っていきます。でその後フィルムを持ち上げてあげて、高さのゆとりがあれば確認したら固定して、一番安定感があるところで持ちます。で横にしていただいて、真ん中ら辺をテープで留めて、こんな感じで下の方をしっかり留めてあげます。で反対側も同じように町の真ん中ら辺をテープで留めて、下の方にグッと持ってってあげるとフィルムがしっかり自立します。で10cm ぐらいの長さをしっかり持ってやってあげると、横のところもしっかりホールドされるような形になるので安定感が増します。落ちにくくなるのでやってみてください。でやったら今回は横に2つまとめるので全体を折り曲げて、後ろの部分をテープで留めちゃいます。でまずリボンを2つに折ります。で横のところで輪にしたところに、このピラピラしているところを通してあげて、これを輪をピラピラしている方を引っ張ってあげるとしっかり止まっていきますんで、やってあげてください。でここでリボンで結んであげると全体が綺麗にまとまっていきます。リボン結びするときは正面にしっかり出るようにやってあげると綺麗にできます。で反対側も留めてあげます。リボンは2つに折って、で輪のところにしっかり通してあげて、リボンを引っ張ってあげるとしっかり止まります。でリボン結びをしてあげてください。余分なところを最後にカットして